ようございます。この動画が出てるの多分夕方だけどね。あれ、今回は用務がいるのね。用務がいるということですでにお察しの方もいるかもしれないが、案件です。案件の時だけ呼ぶのやめてくれます？用務さんがいるから案件なのではなく、案件だから用務さんがいるという形にしていきたい。もうそれ案件が本体で。案件が来るの久々だな。私が来るのも久々だろ。そっちを珍しがれ。今回のゲームは原神とか崩壊スターレイルを出しているホヨバースからの新作、テイレスゾーンゼロを遊んでいくわよ。ちなみに特段企画とかは考えてない。ただ遊ぶだけ。こいつら本当に案件舐めてるわね。そんなこんなでオープニングムービーも終わり操作できるようになったにょん。ここはホローという異空間の中、9文明がこのホローという謎の空間の出現で崩壊していくっていう感じの世界観だな。ホロー内部では外部と連絡が遮断され、出口もどこにあるのかわかりません。そこに今操作しているキャラが落ちてしまったシーンから始まりと、ちなみにこの謎の化け物たちは、知らん。わかりません。案件で受けたゲームの詳細くらい把握しとけよ。私たちの中だと一番ヨウムが見た目近そうだし多分ヨウムだと思う。まあというかヨウムということにしよう。仮にも私に見立てた化け物をためらいなくボコボコにするのやめるにょん。この敵キャラはホロー内に出現するエーテリアスという敵キャラだよ。あれヨウムさん、しっかりここまでの説明を読み込んでいる。案件で受けたゲームのストーリーを読まないのはお前らくらいだよ。ヨウムを倒してストーリー進行。化け物よりかはこっちのキャラの方が私に近いにょん。うぬぼれるな。あんたはさっきの化け物で我慢しておきなさい。いや髪が白くて剣使ってるし何より人間だしこっちの方が近いでしょ。その条件でいくと開幕飛ばしたストーリーで出てきた敵モブもヨウムさんですけど。髪白いし剣使ってるしな。なんで切ったし条件が当てはまるキャラ序盤で二人も出てきてるんだよ。いらなさすぎる奇跡。いやというか今日私が呼ばれた理由もしかしなくてもこれだろ。やべえバレた。そしてここからはビリーキッドも合流。二丁拳銃を使う機械人。今まで操作してた女の子アンディと同じジャトヤという何でも屋に所属するメンバーだ。でも基本戦いで操作するキャラは一人よね。表に出てるのは一人ですがこのゲームで大切なのはキャラ同士の連携。HP バーの下にあるブレーキを貯めるとこんな感じで控えにいるキャラと交代して連携攻撃を行うことができる。おお爽快感あるな。そして左上にあるこのデジベルキがマックスになると集結スキル、いわゆる必殺技を当てるにょん。戦闘中にアニメーションのカットが入ってかっこいいですね。でもあんた今何で初撃外してたわよね。初めて使ったから。ストーリー進行中のアメコミチックなこの演出好き。世界観といい演出といい他ゲームとかなり違って新鮮味があるわね。お、誰か奥に人がいるみたいだぞ。む、小さく映る白い髪、黒いスーツ、これはまさか。ヨウム、お前らいい加減にしとけよ。でもなんか明らかに様子がおかしいですけど、ホロー内部が危険なのは何も化け物がいるからってだけじゃない。内部にいるとそれだけでエーテルに侵食され、耐性のない人はさっきみたいな化け物エーテリアスになっちゃうにょん。なんだって。マリサさんもストーリー読みましたよね。同じストーリーを見てきたはずなのにこの理解度の違い。じゃあヨウムは元人間だっていうのか。このままではヨウムさんがヨウムさんに化け物と、このおじさんを全員ヨウムにしたせいで弊害出てる。そんなこんなでオープニングのおじさんが早速巨大なエーテリアスに。おいおい、もう完全に原型がないな。明らかに強そうなボス戦来た。そしてここからがデンレスゾーンゼロの戦闘で一番重要ポイント。お、なんだまだなんかあんのか。このゲームは適当にポチポチをしてるだけじゃない。敵からの攻撃が光った瞬間、機械のキャラとの交代のボタンを押すことでキャラを交代しつつ回避。お、そういうギミックもあんのか。さらに攻撃ボタンを押すことで回避しつつ反撃を食らわせられるにょん。いわゆるパリーと言われるようなシステムがあるんですね。適当にボタン連打してるだけでも結構な爽快感があるけど、強い敵相手だと相手の攻撃をジャスト回避するテクも要求されてきそうね。逆遠支援っていう技にょん。あれ、というかこのキャラめっちゃ遠距離まで攻撃届く。相手の攻撃が届かないギリギリから一生撃ってれば勝てそう。チュートリアルからそれし始めてたらもう終わりなんだよな。このスキル打った時のヒットストップが長いの好き。連携攻撃の猶予時間は長めだから手軽に爽快感を味わえるにょん。そしてそのままキットの集結スキル、めちゃくちゃ連日入ってるわね。そろそろまた極限支援を決めたいところ。今言葉とは裏腹に失敗。お手本のような空振り。いやこれ意外と難しいんですよっと。お、今度は決まったわね。こういうちょっとテク求められる感じ好き。なかなかやるじゃん。まあ慣れてくると余裕ですね。氷に至るまでが早い。結構複雑な気がしたけど操作してると意外と簡単ね。こいつと極限支援って慣れてきたな。この反撃で決め切れそうにょん。カイスト討伐終了。残念だがこれ、負けイベントなんだよな。なんか前のスタレ動画でも倒した敵第二形態になってましたよね。こうしてこの二人はホロー内で一時撤退することになるわけだけど。でもホロー内からはなかなか脱出できないって話だったわよね。そこでようやく主人公たちの登場。あれ今までの女の子が主人公だったんじゃないのか。いやカットしたけどもっと前にキャラ選択画面出てきてたでしょ。多分この間まばたきしてた。目を閉じてる時間長すぎだろ。それは寝てたって言うんですよ。ちなみにキャラは悩んだ末右側のリンっていう子に決めました。で、全くここまで戦ってなかった主人公なわけだが、今の状況に何の関係があんの。主人公の二人はプロ棋士。プロ棋士はホロー空間の案内人的な職業にょん。だから今ホロー内部で迷ってるあの二人を案内しようってわけね。そういうこと。ジャトヤのボスであるニコに依頼されて内部の二人を案内するにょん。今一番右側に出てるピンク色の子がニコだよ。ちなみに主人公兄弟は伝説と呼ばれるほどの凄腕プロ棋士。ただ都市非公認のプロ棋士だからちょっとアングラ的な立ち位置ですけどね。リアルで例えると許可証を取得せずに飲食店を運営してる感じか。いきなり悪いことに聞こえてきたな。まあ多分世界観的に公式組織だけじゃホロー災害は手に負えないから暗黙の了解的に見逃されてる感じなんだろうね。というかヨウムさんさっきからめちゃくちゃこのゲーム詳しいです。
ですね。久々の出演でレギュラーをつかむためにここ数日勉強してたからな。このチャンネルのレギュラーにそこまでの価値は間違いなく存在しない。ここがゆっくり実況界の恥さらしであることくらいは私も承知してるよ。おい、そこまでは言ってないぞ。お前もその恥の一部だからな。このチャンネル初めは綺麗なチャンネルだったんですけどね。なぜこんな状況に。主に私以外の存在のせい。その発言に全ての原因がこもってそう。まあ、って、この二人がどうやってフォロー内部を案内するかというと、このボンクと呼ばれる小型機能機械をフォロー内部に送り込み感覚を同期。あらかわいい。内部にいるフォローレーダーである二人と合流して案内するというわけにょん。なるほど、ドローンみたいなもんか。この子たち自身にも機能はあるみたいだからドローンというより仲間的なポジションだけどね。他の人たちは基本内部から外部への連絡は取れないようだから、主人公兄弟は特にプロ騎士としても特別なわけよ。ということで主人公たちに案内されてさらなるフォロー探索。いや、お前何事もなく言ってるけど心理症じゃん。1年半以上前に準備してたやつ。もともとサブちゃん用に準備した立ち絵だったんですけど、全ゼロの案件もらってせっかくだし今回で出しちゃおっかなって。この動画だけでこのチャンネルの計画性のなさがどんどん露出していく。ちなみにこれがもしもの時のために用意したメンバーシップ用バッジ。あったな、そんな話も。このチャンネル裏でいろいろと頓挫しすぎだろ。まあ私が実装されたのも立ち絵作ってから半年以上後ですからね。自分のこと実装っていうな。裏でお前を操る存在が見えすぎてるぞ。長男の縛りもなくプレイするというのもあれですし、今からでもなんかします。この発言自体がこのチャンネルの計画性のなさのすべて。ダメージを受けるたびにヨウムに電流を流すとかどうだ。ゲンズの拷問かな。それを見て一体何を楽しめばいいんですか視聴者さんは。私は楽しいけどな。ゲーム外までアングラにならなくていいから。そんなこんなで初めてのフォロー探索も終わりに近づいてきたよ。ダンジョンの出口といえばやっぱその前に鎮座するボスだよな。想像の5倍くらいイカついデザイン。私こういうビジュアルの化け物かなり好きなんですよね。なんか雑魚敵もあんまキャッチー感じがなくていいよね。このエーテリアスももともとは人間だったりするのかな。全部が全部そうだとは限らないしどうなんでしょうね。調べてみた感じさっきみたいに人がエーテリアスになることはあっても全部が全部そうとは書いてないし、ナチュラルボーンの化け物もいるかも。そこら辺含めてフォロー内部の謎を解き明かしていく形のストーリーになるんでしょうね。エーテリアスはフォローの謎にかなり深くまで関わってそうだぜ。さてでは最後はビリーの集結スキルでとどめです。ちなみにカットしたけど結構苦戦してたのは内緒。うまいことかわせずに結構被弾してたからね。こうしてビリーとアンディの二人は無事主人公の案内で脱出できましたとさ。フォロー内部が危険なのは分かったけど主人公たちがいる外はどんな感じになってんだ。主人公たちの住むシネリー都市はこんな感じ。割と現代風というかむしろちょっとレトロな感じがしますね。独特な世界観だな。ちなみにさっきのジェとヤはボスであるニコとは交流があるけど、主人公たちはそこに所属してるわけではなくあくまでフリー。さっきもニコからの仕事の依頼で助けた仇だったにょん。街にはいろいろなものがありますが、まずこれなぜか犬が見せ番をやってるニューススタンド。獣人とかもいる世界観だがさすがにド直球で犬すぎて草。可愛いからよしって。今は何をやってるにょん。ニューススタンドの周りをおろちょろおろちょろ。完全に不審者。カメラの角度調整したら犬がドアップにならないか試してました。ドアップになって何の意味があるんだよ。都市を探索できるようになってまずやることがこれ。そしてようやく引けるようになったガチャ。残念ながら初回ということでまだ1回しか引くことはできない。あれ案件恒例ガチャでゴリ押し解決はしないの。事実ですけどもう少し言い方を考えてください。事実であってはならないだろ。残念だが今回はベータテスト版だから無課金。リリースされたら欲しいキャラは引きますけどね。ということで1回限りのガチャ勝負。たった1回でいいキャラ出るわけないだろ。そういうコメントがフラグとなり運を引き寄せる。私は生粋のギャンブラー。たまるまで待つなんてしない。一撃だ。一撃で引き当ててみせる。おおおおおお。非常に残念ですが、デカデカと表示されるランク D の文字。まあ人生そんな楽じゃないにょん。本当はこのキャラが一番欲しかった。安藤岩の船。そもそもこのキャラガチャで出るキャラなの？いやわからん。欲しいキャラが出るかすらわからないガチャ回してたのかよ。このキャラが所属してる会社が白銀重工って言うんですけど、ここ安藤以外にもギガバニメカニックにデケイクマもいて好きなんですよね。いやデケイクマがいるのはおかしいだろ。しかも性格は真面目で几帳面らしいですよ。みなりとのギャップがとんでもないな。白銀重工メインのエピソードもあるらしいからみんなもリリースしたら遊んでみてください。さてともうちょい街を探索してみるか。ってお前歩きスマホだと？さすがに歩きスマホは許しておけ。私自らぶつかることで教訓を。この世界の歩きスマホは無敵なんだな。動き方気持ち悪すぎだろ。その後無事に子たちを案内して探していた金庫の前に案内した主人公。まあ無事というには道中いろいろあったけどな。そこに関してはリリース後みんなが自分の目で確かめてくれ。尺の都合でカットしただけ正規。そしてまあそのままお宝ゲットなんてうまくいくわけもなく、最後にボス戦がないわけないにょん。予測可能回避不可避。結局エーテリアスに進化したおじさんは倒すしかないのね。必死に説得したらエーテリアスから奇跡的に人間に戻るとかないか。それだともうおじさんが主人公だろ。あのおじさん個人的に結構好きだったのでもうちょっと見たかったですが。多分おじさんを見たいのはあんただ。残念だがここで仕留める他あるまい。悲しいですがここでお別れです。思い返せばいろいろなことがありました。いろいろかっこここだけせめて別のシーン出してやれよ。さすがにここまで結構プレイしただけあって手慣れてきてるな。極限支援のタイミングもなんとなくですけど分かってきました。はいよっと。ニコも参加してのスリーマンセル。爽快感はさらに上がってるにょん。3人いるから連携攻撃もめっちゃ繋がる。まずはアンディーからの連続攻撃でニコに繋いでからのそのままキットで連撃。うまいプレイングをしているかのように見えるが実際には脳死でマウスカチカチしてるだけ。悲しいことにこれが事実。言わないでくださいよ。まあでも簡単操作の割に戦闘がド派手でスタイリッシュだから自分がゲームを上手くなったように感じるわね。プレイスキルがあまり求められないのはいい点かもしれないですね。まあ相手の攻撃を回避してカウンターを入れる極限支援は脳死だとあれですけど痛い。残念ながらお手本は見せられないと。いや次は決めます。はい成功。敵を空中に留めたまま一方的に連続攻撃。最後は集結スキルで留め
ということで今回遊ばせていただいたデンレスゾーンゼロでした。今回はあくまでリリース前の体験版という形だったが、体験版の時点でストーリーはほぼフルボイスだし、アニメーションのクオリティもほよばだけあってさすがという感じだったぜ。またガチャが止まらなくなりそうな予感がひしひしと感じられます。私の再投分の間隠し得はクレカ番号とセキュリティコードを抑えてるから現金は不要だぜ。捕まってないだけの犯罪者、まだリリース前の段階ですが事前登録は受け付けているそうなので、興味を持ってくれた人はぜひ事前登録してみてください。事前登録したらリリース時にゲーム内アイテムなどの特典があるそうだから、どうせやるなら事前登録してた方がお得にゃん。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。